はい、今日はですね、1月8日の22時41分ですね、八戸の休日診療所に、ずっと勤務なんですけども、これ11時までですね、あと20分なんですけども、今日はですね、八戸に来ても一番の大雪で、訪問診療の車が動かなくてですね、もう本当に、大変な日でした。まあ、それでですね、その後休日診療所に入ってるんですけども、この業務内はですね、なんとかこうつい先ほど発表されたトランプ大統領の声明、ワシントン襲撃事件に対する声明ですね、それの同日ではここ一発でやってみたいと思います。はい、いきますよ。 I would like to begin by addressing the heinous attack、まずこの忌まわしい襲撃事件について私は声明を発表したいと思います。 Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. この暴力行為に対して私は非常に怒りを覚えています。 federal law enforcement. それに対して私は周辺を動員し、この事態の収拾を図りました。アメリカというのは法治国家であります。この首都を襲った人たち、あなたたちはこのアメリカの民主主義を汚す、そういう行為をしているのです。暴力に従事したり、これを許すことは私はできません。私は非常に激しい選挙戦を戦いました。しかし今は頭を冷やす時です。そして日常の業務に戻る時であります。私はこの選挙の結果についてはもう異議を唱えてきました。それは選挙の公正さをそれを死守しないといけないと、そう信じているからであります。そしてそれは、将来においても選挙の公正さを保障する、そういう意図もあるわけであります。しかし、今は議会で新しい政権への移行が決定されました。これ1月20日、新しい政権に移行する、これを速やかに、滞りなく行われる、そういうことを私たちは、それに貢献しなくてはいけません。2020年という年は大変な年でした。コロナウイルスによって多くの命が奪われました。このコロナに打ち勝つために、アメリカの経済を立て直すためには、私たちは今一度手を取り合って、お互いの信頼関係を取り戻さなくてはなりません。私たちお互いに対する愛、信頼、これを取り戻して、諸国一致してこの国内に立ち向かいまはなくてはなりません。皆さんの大統領を務められたことは私の手見ようであります。私のサポーターの皆さん、失望させて申し訳ないです。しかし、私たちの旅は今始まったばかりであります。神の女神がアメリカにありますように。It seems to me the headline is for the first time he's acknowledging that there'll be